の社長の元愛人、俺とお前兄弟やんな。それは言っていいんですか？俺が東京に連れ出してるから。俺は長男やから絶対。札幌の子ですね。俺は別の県で叩こうとしてるけどね、あの社長の愛人として。札幌出身で社長の愛人しちゃうような子、誰なんだ？それってもしかして、テラハに出てたあの子じゃね？ああ、なんかいかにもって感じだもんな。島優のアトリエ。抜群のプロポーションとビジュアルを武器に、雑誌やテレビで活躍を見せるグラビアタレント、林夢。大学中退後、2016年に渋谷にある IT 企業に就職が決まり、地元である北海道から上京。OL として働く中、現在の所属事務所であるゼロイチファミリアからスカウトされグラビアデビュー。2018年にはレースクイーンとしての活動を開始し、同年、レースクイーン大賞新人グランプリを獲得。翌年にはレースクイーンオブザイヤーを受賞するなど、活躍の幅を広げていった。さらにアメリカの映画評論サイトが毎年発表する世界で最も美しい顔100人に2019年から3年連続でノミネート。2020年には吉田夢名義でネットフリックスの恋愛リアリティショーテラスハウス東京2019-2020に出演し、一気に知名度を上げた。そんな中、林が番組内で明かしたある衝撃的な発言とは。夢ちゃんさ、経験人数とかって何人くらいなの？20から30くらいかな。おお。付き合ったのは9人だけどね。そうか、俺も同じくらいだわ。共演者の一人である社長こと新野俊之から猛アプローチを受けていた林。番組内でキスをするなど仲睦まじい姿を披露し、林の地元である北海道まで旅行に行くほどの仲へと発展していた。林が新野に明かした内容、それは歴代彼氏が9人に対し、経験人数は 2,30 人という男性遍歴。当時24歳だった林の奔放な恋愛事情に、出演者だけでなく視聴者もまた驚きを隠せなかった。昨日のテラハ見た？見た。何あれ、ゆめちゃんの経験人数やばくない？確かに顔は可愛いしスタイルも抜群だけど、あれじゃただの尻がるっていうか。まあ男好きって言ってるようなもんだよね。初体験は17歳だって言うし。なんか誰に対しても八方美人だしさ。それにあの部屋着何？露出しすぎだよね。あからさまに男を誘ってるって感じしかしないわ。熱烈なアプローチの末、林に告白したニーノ。しかし林から返ってきたのは、まだ付き合うまで好きではないという返事。世間を騒がせた二人の恋愛模様はこうして幕を閉じていた。その後も林は OL として働きながら芸能活動を継続。2021年には地元である富良野市で富良野観光親善大使に就任するなど、順調な活躍ぶりを見せていた。が、そんな彼女の裏の顔がまたしてもあの男から暴露されようとしていた。東さん、お疲れ様です。ちょっと俺の友達の知り合いにラッドウィンプスのファンだっていう女の子がいるみたいで。ああ、そうなん？もしよかったらここに呼んであげられませんかね。ええんちゃう？今メンバーみんなおるし。ありがとうございます。暴露系 YouTuber として一躍時の人となり、今や衆議院議員にも当選を果たした東谷義和、通称ガーシー。東谷と林の出会い、それはまだ林が10代の頃、札幌で行われていたラッドウィンプスのライブの打ち上げ会場でのことだった。東さん、この子です。はじめまして、ゆめです。ああ、ゆめちゃんが。こっち入っておいで。ありがとうございます。きゃー、ラッドの皆さんがいる。おーい、行くわ、こっち来や。どうしたんですか？この子、ゆめちゃんって言うねんけど、ラッドのファンやねんて。そうなの？よく来てくれたね。きゃー、桑原さん、いつも応援してます。東谷曰く、社交的で芸能人でも一般人でも関係なく、誰とでも仲良くなれる性格だという林。東谷から紹介されたラッドウィンプスのギタリスト桑原との距離が縮まるのにも時間は必要なかったようだ。あれ、さっきのゆめちゃんはどこ行ったん？なんか桑原さんと一緒に今出て行きましたよ。あ、まだ出会って1分しか経ってないやんけ。桑のやつどんだけ手出すの早いねん。というかついていく方もついていく方やな。桑原と出会ってすぐ夜の街へと消えていったという林。さらに東谷は当時の林が札幌の夜のお店関係で働いていたことも暴露。一方、2016年に結婚したことを雑誌で発表していた桑原。1995年生まれの林がまだ10代であったことを考えると、当時はまだ結婚前であったのだろうか。いずれにしても交際するまでの関係には発展しなかった2人。しかし、さらに東谷の暴露は続いた。あれ、ゆめちゃん？あ、東さん、
偶然やな。仕事できてるん？悪い悪い、お待たせ。って、あれ小山くん？また後で連絡します。ハワイのバーで偶然林と遭遇したという東谷。当時東谷が一緒にいたのは俳優の山田孝之と元カトゥーンの赤西仁、そして林の後から遅れてやってきた人物、それはニュースの小山慶一郎だった。やべえよ、まさかあの二人とここで会うなんて。東さんもいたし、こうなったら素直に私たちのこと認めた方がいいよね。私、東さんに付き合ってるって連絡するよ。いいよね。わかったよ。二人と遭遇した直後、林から小山と交際しているという連絡を受けたという東谷。時期は明確にしていないものの、一時期二人がハワイ旅行をするまでの仲だったことを自身の配信の中で明かしていた。そしてさらに、新たな事実が発覚する。ちょっとこれ見て、林由美の熱愛スクープが出てるよ。またテレハで散々男をもてあそんでたっていうのに、今度は一体誰が相手なの？マイファスのヒロだ。マイファスのヒロって、つい最近女性トラブルのスキャンダルが出てなかったっけ？ほら、なんとかいう YouTuber に暴露されてたよね。2022年6月、週刊誌で報道されたのはカジュアルな服装で六本木を歩く二人の姿。林夢が密着していた男性、それはロックバンドマイファーストストーリーのボーカルヒロ。二人はその後タクシーに乗り込み、夜の街へ消えていったという。くしくもヒロはその数日前、東谷により過去の女性トラブルを暴露されていた。交際していたシングルマザーが2度にわたって妊娠、ヒロは暴言とともに妊娠を諦めるよう強要していたという。一連の暴露を受け、東谷の生配信に出演したヒロは相手の女性に対し謝罪。林夢との交際報道はその直後であったことから、なんとも後味の悪い結末となっていた。このタイミングでヒロにデート報道？しかもよりにもよって相手が林夢って、印象悪すぎ。お互いガーシーにアテンドしてもらったのか？さすがに林夢とのつながりは応援できないわ。歌手の森進一と森明子の三男であり、兄はワンオクロックのタカというヒロ。東谷とタカの交友関係は周知の事実でもあることから、林夢との関係もまた東谷が介在しているのではないかと言われていた。林夢さんには男性関係の噂が絶えませんが、いかがでしょうか？東谷さんの暴露で、デビュー前は夜のお店関係で働いていたことや、当時出会ったラッドウィンプスの桑原さんとすぐさま夜の街へ消えたことが明らかになっています。寺橋出演時には話題性も多少は優先する必要があった可能性もありますが、八方美人な一面は決してメリットではないでしょうね。林さんは昨年からフラの観光親善大使にも就任されていますよね。クリーンなイメージが大切な仕事が多くなってきた中で、今回の暴露は林さんにとって相当な痛手となったはずです。ヒロさんの件はどうでしょうか？男性関係のイメージが悪い林さんがお相手ということで、がっかりしているファンも多いみたいです。ただ謝罪をしたことで東谷さんの標的からは外れたとは思います。今まで多くの芸能人が暴露されてきましたが、本人が謝罪をしたのはヒロさんが初めてのことですから。林がヒロと六本木でデートをしていた時点では、過去の女性トラブルといったガーシー法が放たれるとは夢にも思わなかったに違いない。しかし今ヒロが渦中の人物となったことで、林に対しても注目が集まる結果となってしまった。そしてさらに林の周囲では不穏な噂も流れていた。経験人数を暴露したことは得策だったとは言い難いかもしれませんね。イメージの問題でしょうか？それもありますが、林さんの所属している事務所はある意味でも有名というか。ある意味とは？林が所属するのは枕営業が盛んだとも言われているゼロイチファミリア。付き合った人数に対し経験人数が大きく上回る林の暴露をまるで裏付けているかのようにも思えてくる。ゼロイチファミリアってさ、噂じゃ入りたての女の子をホテルに送り込むなんて日常茶飯事だったみたいだよな。なんかそれガーシーも匂わせてたな。いずれ暴露するって言ってたっけ？林夢が所属してるって聞いて妙に説得力が増してるけどな。一部では大手企業の社長と愛人関係であることや、大物インフルエンサー青汁王子との関係もささやかれていた林夢。しかしそれらの噂は後に青汁王子本人によりいずれも否定されている。東谷の暴露だけでなく、自らも明かしたことで定着しつつある林夢の奔放な男性関係のイメージ、この先も芸能界で活動を続けていくためには、そんなイメージの払拭は何より急がれるのではないだろうか。